どうも母ちゃんです。ということで今日は玉ねぎがなかなかうまく育たない方に向けてその理由と対策方法について説明していきたいと思います。玉ねぎを育てていて今年っていうのは結構ね皆さん大きくなっている方っていうのが多いと思います。そうならないで私の家ではなかなかね玉ねぎが大きくなりません。または何かしらでね、なかなか元気が出てない玉ねぎがあるっていう方もいると思います。で玉ねぎね育てている皆さんっていうのはいいねしっかりとした大きな玉ねぎっていうのが欲しいと思っているので、どのようにしたらその大きくていい玉ねぎになるのかっていうのを、説明していきたいと思います。でね、もう本当最近はタケノコ掘りが午前中にあって、そこからいろいろ畑作業をどんどんやっていくんですけど、このねタケノコ掘りにとてもね体力が持ってかれて、結構ねもう体今バキバキですね。さっきまで別の畑でまたいろいろな作業をしてたので、またどのような作業をしているのかっていうのもね、また動画に撮って皆さんにお見せしていきます。本当もうここ最近ねずっと真夏日で最高気温が25度ぐらいとなっていて、本当ね作業とかを外でしていると体感ね30度ぐらいになります。でタケノコ掘りとか、何かしらの畑作業ね力仕事っていうのをする時なんかはもうね結構汗でびちゃびちゃになったりするので、そういうのでね着替えたりしてます。なのでこの汗をかいてそのままの服でねずっといたら逆に体温が下がって風邪になりやすくなったりするので、なので今年体調管理の面でしっかりと気をつけていきたいので、そこら辺のねこの着替えとかも皆さんねよくこまめに行うようにしてください。タケノコ掘りの動画もしっかりと撮っていくので楽しみにしておいてください。ということで玉ねぎがなかなか大きくならない方に向けて詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在の玉ねぎの様子です。はい、こちらがね現在の玉ねぎの様子となっています。でこんな感じで、ここはね奥手の品種なんですけど、しっかりと育ってきてくれました。で葉っぱもねいっぱいこんな感じでバーって出てっていい感じに育ってますね。でもう少ししたらまたこれもわせと同様でこう玉がね太くなってきてくれます。なので皆さんもね奥手品種を育てている方なんかは、自分のところの奥手品種っていうのがどのようになっているのかもぜひね教えてください。でねこの奥手のところなんですけど、ちょっとねこんな感じで波打っていて、結構ね肥料過多になってしまっているかなって思うので、次をね育てるときはちょっと肥料分もう少し減らし気味でねやっていきたいと思います。こういうのがね全体的にここ出てしまったので、もうちょっと肥料っていうのを調節していきます。玉ねぎが大きくならない理由を3つ説明していきます。1つ目が雑草を抜いていない、2つ目が窒素が足りていない、3つ目が浅植えをしてしまった。それぞれ詳しく説明していきます。1つ目の雑草を抜いていないからです。この雑草を抜いていない方っていうのは、今すぐにでもこの雑草を抜いてください。でこれ雑草を抜いておかないと、その雑草に栄養を取られてしまって、玉ねぎがこのね大きくなる時に必要になる栄養っていうのを雑草にね取られてしまって、雑草の方が成長スピードとかもね早いですので、それでどんどんいっぱい雑草が生えてしまって、そこで栄養を持ってかれて玉ねぎが大きくなるところの栄養っていうのがなくなります。なのでこの雑草を除去してくださいっていうのは僕のチャンネル結構言ってるんですけど、初めて見た方もいると思うので、そういった方は今すぐ雑草を抜くようにしましょう。でこの雑草を抜くのはマルチの中だけではなくて、この歩きのところの通路の部分もしっかりと抜くようにしてください。なぜこの通路の部分の雑草も抜くのかも今から実際に見ながら説明していきます。はい、雑草除去についてなんですけど、まずねこのマルチの中っていうのも雑草すぐに除去してくださいって言ってます。でここなんかは最近ねこっちの畑のこの玉ねぎ見てるんですけど、この雑草放置してしまっていたので、今ねこんな感じで取ります。でここの中に栄養っていうのを吸われてしまうと玉ねぎね全然大きくならないですので、皆さん絶対にこの中っていうのを確実に取るようにしてください。であとこっちの歩きの通路の部分ですね、この通路の部分でもこの今生えてきてしまってるんですけど、僕の畑ではこんな感じで雑草っていうのが生えてきます。でこの雑草を放置しておくと、もしね玉ねぎの根っこがねこのバーっていってこちら辺まで出てきたとします。でここの際っ側に雑草がね生えてしまっていると、雑草の根っこの方がこれね早く下に伸びてどんどん広がっていくので、逆にこのマルチのこの端っこのところから中の方に侵入して、中のこの栄養を吸って、どんどんこうやって大きくなっていくっていうことがあるので、
そのようなことをさせないためにも、もうね、通路の部分の雑草っていうのも絶対に取るようにしてください。ということでね、ちょっと僕のところはここ最近他の作業があったんでサボってしまっていたんですけど、ちょっとね撮影今してるのでこんな感じで撮っていきます。よいしょよいしょ。はい、まあほんとちょこっとなんですけどこれ撮れたんで、またねまとまった時間できた時にここのね中の雑草っていうのを全部抜いていきたいと思います。2つ目の窒素分が足りてないです。この窒素分が足りてない理由なんですけど、これはね追肥に関してです。この窒素分足りてない場合っていうのは玉ねぎねなかなか大きくなってくれません。なので追肥作業っていうのをしっかりとしましょう。で今年に限ってはこの追肥をしなくても結構ね大きくなる方っていうのがいました。なので元から玉ねぎっていうのが結構大きな場合であったらこの追肥行わない方がいいと思います。っていうのも追肥をね上げてしまうと過剰に栄養摂取してしまって逆に玉ねぎが大きくなりやすくて保存性が下がったりっていうデメリットとかも生じるので、そういうね大きすぎる方っていうのはこのね追肥しない方がいいんですけど、今年育てていて玉ねぎ小さかったよっていう方いると思います。そういう方に関してはこの追肥の回数っていうのを見直してあげましょう。なのでしっかりと追肥を行うことで窒素分っていうのを玉ねぎに与えてあげて大きくなるしっかりとねきっかけ土台作りっていうのをするようにしましょう。3つ目が浅植えしてしまった場合です。この場合なんですけど浅植えしてしまうと玉ねぎっていうのが大きくなりづらくなります。これなぜかといったら、まずね玉ねぎっていうのは地面の中にしっかりと植えることでこうね実をそこからどん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 大きくしていくんですけど、浅植えって言って浅く植えてしまった通常の玉ねぎが植えるところよりも結構ね上の方に植えてしまうと、これ冬になって寒さっていうのがやってきます。この寒さがやってきた場合っていうのは霜が降ります。でこれ霜が降りたらこうね土の中にある水分を使って霜柱っていうものをググって形成します。まあつららみたいな感じですね。つららのね、まあ、逆バージョンみたいな感じで霜柱っていうのが出てきます。でこの霜柱っていうのが地面の中の水分を使ってこうね地面の下からこうやって押し上げて霜柱っていうのを作ります。でこのつらら、この霜柱ができる時にこうね浅植えしていた場合っていうのはすぐにね玉ねぎの苗っていうのがこの、ね、表面近く土の表面近くに出てしまいます。でそうなってくるといくら寒さに強くて乾燥に強い玉ねぎに関してもさすがにねやられてしまいます。まあ、やられるって言っても、まあ、枯れたりするのではなくて地面の中の栄養水分っていうのが吸えない状態になってしまっているので結果的にね大きくならないっていうことにつながります。なので玉ねぎを植える時なんかはしっかりと植えるようにしてください。で浅植えはね絶対にダメですのでそこだけ注意してください。で深植えもしすぎても逆にね玉ねぎの成長とかが良くなかったりもするので、またそのタイミングで動画出すと思いますし、僕のね過去のところを見ていってくれたらどこかしらで苗の植え方っていうのを教えてると思うので、そちらでね確認してみてください。であとここからは本当に余談なんですけど、特に家庭菜園の方に向けた話なんですけど、苗がダメっていう可能性があります。苗がダメになっている場合ですとそのままねしっかりと他の条件っていうのが今言った他の条件を意識しながら育っていても苗自体がダメになってしまっているので、まあ、大きくなりません。っていうのも、まあ、ホームセンターとかで玉ねぎの苗買うよっていう人が大体だと思うんですけど、この時にホームセンターね売り出したばっかの玉ねぎの苗を買うのはいいんですけど、放置されすぎて安くなってる玉ねぎの苗とかもあります。でこれに関しては大きくなりづらいっていうことで完全に大きくならないとは言えないんですけど、多少ねこの大きくなりづらい玉ねぎになってしまいますので、そういったね苗を購入するところから皆さんも意識して育ててみると、もしかしたら今のね3つに当てはまってなくてでも大きくならない、そんなうまく育たないよっていう方は苗自体がダメっていうことにもなってますので、このね苗っていうのも意識しながら野菜作りっていうのをしてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。